どうも、名称のハルキと会長とのせともち、僕たちは今年の3月で高校を卒業しました。まあそういうね、タイムリーな時期でもタイムリーな時期にですね、卒業式カルタっていうね、俺らにぴったりだなっていうカードゲームを発見しましたんで、これを4人で遊んでいきたいと思います。これどういうゲームかっていうと、卒業式風コール&レスポンスカルタっていうね、ジャンルです。でもこれどういうルールかっていうと、ちょっと説明が難しいのでデモプレイやってみたいと思います。まあ、机に思い出カードを本来は12枚並べるんですけど、今回は4枚並べたいと思います。で、並べたら1人親を決めます。まあ、今回俺がやるんですけれども、で今合唱祭、修学旅行、卓球、調理実習ってあるので、この中からどれのコールを考えるか考えます。やってみましょう。とても楽しかったー。サンキューっていう感じです。親がコールしたやつだと思うものを他の子3人が指さしてコールするっていうゲームです。で、今回は卓球、合唱祭、修学旅行、修学旅行だったので、親とは違ったんですけど、唯一合唱祭を選んだんで、モッチが減点です。で、減点方式はなんか花びらチップっていう意味わかんないチップがあるんですけど、この花びらチップがそれぞれに3つずつ配られるので、3回間違えると卒業できません。というわけで、今回は卒業生が卒業式カルタやってみたです。よし、やっやっていきたいと思います。俺、モッチ、乗せ、カイトの順番で回していきます。はい、じゃあ早速いきます。はい、新品はいい匂いがした。ランドセル、ランドセル、これ誘としたなんで、これ誘としたこれ出しちゃった。じゃあ今のはランドセルね。ランドセル、マジでランドセル今のは。で、この場合は親と違うの指したやつが減点されます。あー、もらって嬉しかった。せーの、ラブレター。ラブレターや。1個でしょ。1万円じゃねば。うぜえ。1万円だってもらったことね、シラブレターとか。新入り。おお。全力で走った。運動で。あー、違えた。違えた。あー、マジか。せーのいらないかな。卒業式ってせーのってやっぱ言わないから。いらねえか。普通にいけるか。バー。なんで、なんだ。みんなで肩を寄せ合った。え、ちょっと待って。え、もう何？いや、普通に行こう。みんなで肩を寄せ合った。お化け屋敷。何やってんのお前。海で肩寄せ合わねえだろ。青春やん、なんか。まあまあまあ。青春やん。なんで？肩寄せ合うのは海じゃないの。お化け屋敷か帰り道か迷った。そうそう、わかるわかる。俺が親ね。このラインナップ難しくない？とても気持ちよかった。おーねー。温泉だろ。いやー、海や。マジか。で、俺はこの夏休みで取られすぎ、夏休みって言ったらもうあれだなって思った。いや、下せん。なんか。1、1、2、2。マジかよ。そう、全員殺してる。真っ白い T シャツ。よしよしよし、卒業したいよ。俺も卒業したい。落とせ、落とせ。あと1個単位落としたらもう。いきまーす。はい、みんなでよく行ったラーメン。お前言ってよ、ラーメンだった？ラーメンだったけど、自信がなかった。あ、そういうことね。あぶねー。言うてな、のせともっちは2個アドバンテージがあるんだよな。永遠に続いて欲しかった修学旅行。終わったやん、俺もう。おい、終わったやん。もう死んじゃったやん、俺。せーの、僕たち、私たちは卒業します。俺もさせてよー。